どうもこんにちは、簡単ウクレレ教室ガズレレのガズさんのハニーの小杖です。どうもこんにちは、今日はガズさんカメラマンやってます。そうなんです、はい、今日は何かというと、ガズレレのねグッズがね、なんかこうなかなかちゃんとご紹介する機会がなかったっていうのがあるんで、まあ、このタイミングでっていうかね、1個ねちょっと面白いアイテムがあるんで、それをご紹介しがてら、なんかちょっとね、いろんなものもご紹介できたらなと思って、うん、今日はガズさんにカメラマンをお願いしてます。はい、よろしくお願いします。お願いします。いろいろちょっとご紹介お願いします。はい、はい、で最初にもう目玉からいく、うん、もうこれ今映してるけど、そうすごいね、まずそう今回これを一番伝えたいんですよね。これを一番お伝えしたいんです。はい、はい、何ですかこれ。これはね、ウクレレのストラップの紐はね結構皆さん作れたりするんだけども、うん、それをウクレレに実際にこうつけなきゃいけないじゃないですか、うん、その時にそれをこううまくつけるのが紐で縛ったりとかいろいろねしてくれてるんだけど、でガズレレで、まあ、こういった感じのこれね、はい、ウクレレストラップ、そうストラップ、小林さんハンドメイド、そうそう私が作ってるのがあるんですけど、でこの部分、この部分がなんかもしあればご自分でね作ったものがこう素敵にさらになるんじゃないかなっていうこともあって、今回はなんとそのこの革の部分、これジョイントレザーってまあガズレレでは言ってるんですけども、これを販売させていただくことになりました。もっと角度つけてください。あ、こうか、はい、なりました、はい、で、でいい、ね、こっちとこっちの違いって、そうこれ違うんですよ、何気に同じに見えるけど、そうはい、ま、でこれを使って皆さん自分で毛糸で縫ってくれ、ね、編んでくれてもいいし、そう布で作ってもいいし、そう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 、なんかこう DIY のね、そう、はい、でこれめちゃくちゃ上等なレザーなんです、うん、でもう本当にこの G っていう刻印があるガズレレオリジナルで作ってるやつで、このレザーの厚みを見てもらうと分かるけどね、すごいですよ、この厚みがしっかりしてるレザーでございます。はい、でこの違いを教えてください。これ違いはまず穴が同じもの、うんうん、こっちは、はい、要はストラップピンタイプ、これ初めてウクレレですけど、この形のストラップピンが、前も後ろもついているやつは同じ、はい、これは大きさが同じもので、はい、そうね、作ればこことここにつければできるよっていうことでね。だからストラップピンがついてるけれどもピックアップなしの人はこのちっちゃいやつを選んでくださいと、うんうん、はい、そしてそして今の手に取ってくれたそれがいいよね、これね、はい、これはピックアップ付きだから、うん、こここうなってるでしょ、ピックアップって、これピックアップ付きのね、ジャックなんでちょっと大きいんですよ。ピックアップって何？ピックアップって このマイクをつなげられる、うん、端子を入れられる仕様なんですけど、ここにね音の響きをこのアンプにつなげられるピックアップっていうその機能がついてるやつはちょっとここ大きいんですよね、うん、こっちと比べると、そうだね、こっちと比べるとこっちちっちゃいんですけど、サイズがね、そうそうすると今まではちょっとは入りづらかったんだよね、そうなんですね、実はちょっとこうで今回、これがまさに、オリジナルで作った、うん、もう究極めちゃくちゃ便利なやつ、ちょっとつけてみてください、これまずほぐして、はい、ちょっとほぐして、はい、でここにこんな感じでよいしょっと、はい、ほら綺麗にはまった。よいしょ、これねあんまりねゆるゆるにはまっちゃうとすぐ取れちゃうから、逆にすごいぴったり計算され尽くしてるんですよ、このレザーが、はい、でねこんな感じでこうかけられるよということで、うん、はい、なのでこのレザー、これが発売開始になったということですね、はい、これはどこで買えるんでしょうか。これはガズレレの、うん、ベースの雑貨をね、はい、いろんなものを販売してるんですけど、ページがあって、 そこでね公式ホームページのバナーがあるんですよ、うん、ここです、今ちょっと乗っけとくんで、はい、見てください、このバナーをクリックするといろいろなグッズ、今日紹介するのはそこにみんな入ってるよということで、はい、これを今日ちょっと一番紹介したかったんだよね。そう。ストラップをかけるこのレザー。なんでこの2本で1セットみたいな感じでね。ピックアップ付きはこの大きさ違いの、そうそう、はい、セットになるよということで、はい。で、ピックアップがないさっきの初めてウクレレみたいなウクレレは、はい、ちっちゃいの2つのセットだよということですね。そうですね。はい。はい。次の。おお、次。いいですね。今日お伝えしたいのは、でもストラップも今ね定期的に販売してるんですよ、今映って、ね、流れでいくと、うん、そうですね、これかわいい、いつも
色もねちょっと定期的に変わるの違うのが出てきたりして、そうなんです。なんでこれ、はい、この辺もそうさっき言ったページで見られるということ、自分ではなかなかやっぱ作れないなっていう方はね、うんうん、ぜひぜひ見ていただけるといいなと思います。はい。で、あと今回じゃーん、こちら水木ナイスカラー。でいつもはね、なんていうのかな、こうこれ6本で1個の水引きができるんだけど、うん、どうしてもね、なんかね、6色いろんな違う色入れたりとかね、うんうんうん、なんかそういう感じになりがちで、なんで、まあ、ガズさんちょっと話をして、うん、ここはなんかちょっとこう、なんていうの？雰囲気変えて、ツートーンだね。そう、エッジが効いたね、感じなものもいいかなっていうことで。いつもはもうちょっといろんなきらびやかな色が入ってるんだけど、このガズレレ水引き知らない方、ガズレレ YouTube でね、よく見てもらうとわかるけど、ヘッドにね、挟まってるんですよ。そうなんです。はい。なんで、あそこの、よいしょ。そう、こんな感じ。こういう感じで、これみたいにね、だいたい色がいろいろ使ってるんだけど、そうなんだ、今回はツートン仕様でいこうぜって。そう。これね、はめるだけでウクレレがすごくポップで可愛らしくなるんでおすすめです。うん、自分だけのね、ウクレレになる。ガズの両親が、丹精込めて一個ずつ手作りです。そうなんです。この長野県のね、南信州エリアのこのね、水引きっていうのはすごくこう、なんていうのかな、有名な昔からある産業でございましてですね。うんうん、はい。これを、ガズレレではですね、大好評にて販売中でございます。はい。はい、新しいカラー。チェックしてください。これもさっきのところに載ってますよ。載ってます。なんかほらこれもね案外こう、あ、そうそう、ブラックビューティーに見てこれとか、こんな感じなかなかないよ。これブラックビューティーの方、ね、このモノトーンおすすめですよ。おすすめです、はい、いいですね、はい、かっこいい、かっこいいよね。そしてよし、その他で言うと例えばこんな感じの、これ何かわかりますかね。これね、ガズレレ YouTube で作り方のご紹介はしたことあるんですけど、うん、サウンドホールのところの穴に、そこにね、こう、はめて、で、音をね、こう消すんじゃなくて、ちょっとこう、柔らかくするっていうか、うん、こう、ちょっと小さくするみたいな感じで。多少小さくなるね。そうそうそう。うん、なんで、でも可愛いし、音もなんか柔らかく感じる。で、なんかお家で練習したい方とかね、なんかこうちょっとこう小さく弾いて練習したい方みたいな感じが結構喜んで、うん、こうね、使ってくださってるんですけど。アパート暮らしの方とか、なんか隣ね、いつも家族になんか言われる方はね。で、これもね、何ていう名前ですかこれ。サウンドホールビスケット。ビスケット。そう。かわいらしい名前。で、手作りキットもあるから、うんうん、そう、出来上がったものでもいいし、あと手作り自分で作ってみたいなっていう方は、それもね、こう見ていただけると思いますので。はい、そのベースのね、ガズレレベースのところもありますからね。そうそうそう。で、作り方もガズレレ YouTube に載ってるんで、うんうん、ぜひぜひ、チェックしていただけると嬉しいなって思います。いろいろね、ありますね、グッズが。ガズレレグッズね、いっぱいあるんですよ。で、あとはね、なんかこう、もろもろやってますよっていう感じで、じゃあこんな感じの、じゃん。クッション。これはこれはね、あそこにさ、クッションカバーを売ってる。いや、クッション自体。あ、クッションそのものを売ってるんですね。そう、もうこのサイズのクッションって世の中にないから、このクッション自体私がちょっと作って、で、あそこにね、はいはいはい、そう、ガズさんが書いた G バードがあるんですよ。ちょっとガラスで反射しちゃってるな。ほんと？うん。で、思わずね、書いてね、刺繍しちゃったんですよ。すごいですね。そしたらめちゃめちゃ可愛くって、はいはい、そうで、これをね、だからどうしようかなと思った時に、まあお家でね、ウクレレを弾きながらこういうのがねあって、くつろげたらまあそれもいいかななんて思って、ライフスタイルグッズとして、クッション自体もう、これね、セットで、後ろでほら見て、ね、これがポイントですよ。タグついてていいね。そう、なんでこれもぜひベースでチェックしてみてくださいっていう感じです。いろいろあるね。そうなのよ、はい、そして、はい、あとまあちっちゃいところで言うと、ほらこんな感じで、これは私、縫い物時間っていう、こう、私も YouTube チャンネルやってるんですけど、うんうん、それとね、ちょっとガズレレのコラボっていう感じで。あ、そうですね。あ、ちなみにそうだ、小杉さんの YouTube、縫い物時間っていうね、うん、縫い物の YouTube チャンネル、ぜひ、皆さんチェックしてください。概要欄に貼っとくけど、ぜひ、つい先日、チャンネル登録の方が1万3000人突破ということで、すごいことになってますけど、そのね、こういうのを作ってるんだけど、これをガズレレコラボと。そう。いうことです。そう。これも販売してると。これも販売して、これもだって刺繍ですよ、はい、そうなのよ。すごいですね。販売してるっていうかね、ベースでは今回これをね、限定で、そう、初めてちょっと出させていただこうかなと思って。見てみてください。で、色もね、いろいろあるんだよ。うん。ちょっとさらっと。あ、本当だ、たくさんある。そう。バリエーションが。そう、こんな感じでバリエーションが、いいですね。いろいろ。なんか、チューナーとかカポとかね。そう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 、ちょっとしたね。マチがあるからね。そう、マチがね、ついてるから、はい、いいぞと。いう感じです。はい。これなんていうタイトルになってるんですか。これはまだ聞いてないですよ。ミニトートみたいな。ミニトート。うん。
かな。なるほど。プチトートかな。プチトートいいですね。はい、そしてじゃーん。じゃーん。こちら。はい。これはね、あのウクレレトートっていうふうにまあ言ってるんですけど、うん、あの要はリュックとかで持ち歩くんじゃなくて、うん、まあ普通の女子がバッグとか持つじゃない、うん、あれと一緒に同じようにこう肩にかけていい、うん、通勤時にね、次あのほら夜にあのウクレレのなんかあるんだよなっていう時に、うん、これにウクレレを入れて、ね、そうね、ガズレレイベントある時にね、そう入れてみてください。私もよくねそれをね使ってた。よいしょ、はい、こうでちなみにこれソプラノサイズです。はい、ソプラノの厚いやつでも入る。今のね、うん、今入れたウクレレはね、あの厚い、厚いっていうか普通のサイズなんだけど。サイズ。はい。こんな感じ。おお、ちょっとじゃあ立ってみて。そう。で、こうやって、こうやって。うんうん。で、いいね、あとはトートバッグもね、自分のやつもここにこうね、うん、一緒にこう持っていけば、女子結構ね、あのトート2つ持ってる方とか多いんで、なるほど、全然違和感ない。まあウクレレ持ってるようには見えないしね。そうそう、うん、かわいい。でこれもバリエーションがいっぱいあるんだよね。そうなんだよね、うん、これシンプルなやつだったけれども、そう、下がちゃんと分厚いフェルトになってて、すごい強化されているからね。こんな感じいいね。でね、赤もあったんだけど、うん、赤はねもうないんで、あ、売り切れちゃったんですね。そうなのです、はい、ありがとうございます。はい、これねすごくあの女子おすすめ。そうなんです、まあ、男子はもちろんおすすめだけど、かわいいもん。そうポップ でね、中にねこうやってちょっとしたポッケがあるんで、ここにねチューナーとか、そう入れたりとかして、ね、っていう感じなんで、はい、これもぜひチェックしてください。で、あともう一個、はい、じゃん、これ私やっちゃいましたって感じで、やっちゃいました。これ手で縫ったんでしょう。そう、これはだから私のチクチク、まあ、オリジナルの刺繍でデザインしてっていう感じなんで、これこそ縫い物時間がずれるコラボみたいな感じですね。そうなんですよ、すごいよこれ。とても自分で手で縫ってんですよこれを。そうなの、すごい。でこれもちゃんとね、あの、うん、ウクレレが入る。でもこれもねソプラノサイズなんですけど、こうやって入れて、ほら、うん、でもこんな感じで。なるほど、いいですね。っていう感じです。へえ。ぜひぜひウクレレトート。そうそう、気になる方はチェックしてみてください。はい、これも一点ものだもんね、はい、今のところはね。あ、こっちは一点ものね。こっちは一点もの。そう。こっちはシリーズである。そう、あの何個かあるんで、あの、そう。そのふさふさもついてるの？あ、ふさふさもねついてる。あら、すごい。そう、こっちはねふさふさをお付けして、そうするとなんかワンポイントで可愛いし。なるほど、白はね。そうそう。で黄色はそのまんまと。うん、ちょ黄色は今度これにグレーが。あ、うん、今ついてないけどつけてくれる。そうそうそう。ということらしいですよ。こっちのタイプはこのふさふさがつきます。お出かけの時にちょっとね、ポップな。こちらはこの状態っていう感じですね。この刺繍、はい、これこそ一点物よ。そうね、これは一点物ですね。刺繍ですよこれ皆さん。そうだね、なんで刺繍してるものは基本的に一点物っていう感じで、クッションとかもそうだけど、まあ、そうだよね。そう、うん、っていう感じで、まあ今日ねこんな感じでいろいろご紹介したんですけど、基本的にガズレレはあの T シャツ、ガズさんがいつも着てる T シャツとか、あとは、バッジ、あのさっきのねバードとかもそうなんだけど、基本的なガズレレのあのマークのバッジとか、あとはなんだっけな、バンダナもね結構大判でこういろんな使い勝手があるんで、ぜひぜひチェックしていただけたらなっていうふうに思うのと、あとトートバッグ、普通のトートバッグとかもあったりもするし、なのでいろんなことたくさんありますんで、詳しくはあのさっきもガズさんが言いましたけども、あの公式ホームページのあのバナーがあるんですよ。あそこにそのガズレレグッズってところがあるんで、そこから入ってもらうといろんなものが見ていただけると思いますので、うん、そうですね、ちょっと可愛いね、ハンドメイド小杖カラーがちょっと出てる、出てますんで、うん、はい、はい、なかなかねこういうのってじっくり解説する機会がなかった。そうだね、はい、今回そのストラップをつなぐ、あのつなぐね、そのレザーを、ね、あの目玉にちょっとご紹介してみました。そうですね、これが本当基本的には皆さん、すごいね、このレザーのね使って、あの作ってね、もらえたら嬉しいなと思って、うん、ね、私と同じような感じで、はい、ありがとうございます、はいはい、皆さんご活用いただければ、でまたさらにポップなね、音楽ミュージックライフが送れるかなということで、ぜひ皆さんチェックよろしくお願いします。お願いします。それでは皆さんごきげんよう、バイバイ。